全長8センチほどの小さな生き物、コシノハゼ。100年以上前、県内で初めて採取され、現在は県内と山形県のごく一部のため池に生息している淡水魚です。コシノハゼを展示しているのは当館のみになります。国内希少野生動植物に指定されて、捕獲や、譲り渡しは原則禁止とされています。去年、国内希少野生動植物種に指定されたほか、環境省のレッドリストではごく近い将来、野生での絶滅の危険性が極めて高い絶滅危惧 1A 類に評価されています。マリンピア日本海では去年から飼育を開始しました。コシノハゼは平成魚で、水槽の底にいることが多く、日中はほとんど動くことがありません。しかし、身の危険を感じると一瞬で砂の中に潜ってしまいました。マリンピア日本海がコシノハゼを飼育する中で初めて分かった生態があります。飼育していて、夕方から夜にかけて泳ぎ出しますね。夜になると活発に活動するってことが分かりました。こちらが夜のコシノハゼの様子。日中とは打って変わって水槽の中を泳ぎ回っています。生態が未知の生き物でしたので、飼育しながらそのような生態を見つけていきたいなと思っています。マリンピアではコシノハゼの人工繁殖にも挑戦。今年の春の繁殖期には残念ながら繁殖に至りませんでしたが、成功すれば世界初となります。展示することで皆様に知っていただいて、保護につなげていければいいなと考えています。